はい、いつもね、当店の YouTube 動画ご覧の皆様、本当にありがとうございます。今日はね、イサギ釣りのことにね、ついて説明したいと思います。料金はね、平成5年5月31日、現在はね、お一人様1万2000円。これね、巻き餌、氷、仕掛け一つなどがね、ついてます。当店はね、12名限定になってます。満席でも12人です。それ以上は乗らないのでね、ご予約なるべくねお早めに、お願いいたします。イサギ釣りではね、全席ロッドキーパー標準装備になってます。あとね、手洗いバケツ、この椅子の下にはね、個人用のイケスがついてます。水はね、出しっぱなしではないです。出したり止めたりしてます。これはね、ずっと帰るまではね、魚はなかなかいかないのでね、簡易的なイケスになります。これ、天秤セット、レンタルありますけどもね、落とした場合のみね、ピーとか細かって切れた場合のみ、ちょっと罰金になりますのでね、ご注意願います。これね、当店に船に乗ってからのね、移動になります。釣り座はね、ご覧のように、ちょっと線地測らなかったんですけども、釣り座は広いです。椅子の幅も広いのでね、中にはね、間違ってね、椅子がてらにちょっと大きなクーラーもできたでってね、間違って、乗られる方もおられますけどもね、イサギ釣りの場合は46リッター以上のクーラーは積み込み禁止となっています。ちょっと後にもね、また注意事項でちょっと、クーラーの写真出すんですけどもね、ホリデーなんとかとかいうね、コマのついたちょっとね、巨大なクーラーたまにね、持ってこられる方おられるんですけどもね、あのクーラーはね、大体50とか48リッターぐらいありますんでね、あのクーラーはね、積み込み禁止です。まあ何ていうんかな、メジロとかカツオ釣りに使うクーラーですね。イサギ釣りのにはちょっとね、でかすぎますんでね、ちょっとね、ご遠慮ください。ホリデーなんちゃらのクーラーはね、うちは積み込み禁止となってますんで、よろしくお願いします。これね、ちょっとね、ホームページとかブログにもね、ちょこちょこ載せてるんですけどもね、船に乗ってからね、竿に電動リール取り付けてね、ガイドに糸を通してる方おられるんですけども、この今はね、これ僕ちょっとね、自分今日はね、休みだったんでね、ちょっと船の上でこれやってますけどもね、できればね、前日もしくはね、船乗る前にね、これね、準備しておいてください。朝乗ってからね、リールにこう糸通してね、線路見えんなとかね、リール取り付けるのがちょっと時間かかったりする方がおられるんですけどもね、できればね、前日もしくはね、船乗る前でもね、リールちゃんと取り付けて、道糸にね、ガイドにね、道糸を通しておいてください。中にはね、一周ね、道糸ガイドずっと通ってる中で一周回ってたりね、トラブってる人ちょいちょいおられます。なのでね、ちょっとアドバイス的なんですけども、きちっとね、準備しておいてください。よろしくお願いします。これね、あとね、電動リール、ダイワさんのね、電動リールのね、ちょっと設定の仕方をね、説明したいと思います。このバッテリー、うちのバッテリーね、プラスの方にはプラスと書いてます。マイナスの方は何も書いてないのでね、プラスの方に、赤いワニ口をね、つけてね、こうぐじゅぐじゅぐじゅっとしてください。ワニ口ね、なるべく縦にする方がいいです。ワニ口、うち谷口ですけどもね、何を言うてんの先導って、ね、笑われるかわかんないですけども、ちょっとダジャレです。このね、竿先、いっぱい近くでね、デロ設定、これでデロ設定しておいてください。水面でデロ設定ね、説明書には書いてますけどもね、竿先近くでね、天秤セットが竿先近くでデロ設定で、このぐらいの位置でね、こう止まると、上がってきた時に、ピッピッって止まったら、竿を起こして、またちょうどここへ天秤セットを置いて、魚を船の中に早く取り込めるっていう
これ方法です。でこれ、ね、今まで 1.2 メーターで止まると、あの位置に止まるので 1.2 でこう長押し、青ボタンを長押しすると今船止まりっていうところがねで点滅しました。そうするとね、次からね道具上がってくるとね 1.2 で勝手に止まるようになります。これ今港の中なんで水深 4.5メーターぐらいですけどね、いいって言って止まったら、あれちょっとずれてますね、 1.1 で止まりましたね。まあほんでもね、これでこう止まってここへ置いて魚プッとこう中へね取り込めるという方法です。毎回こうやってみますね。 1.2 で止めて、でそこで青ボタンを長押しね、棚ボタンを長押しすると今船止まりっていうのがね点滅しました。ただね、次からね 1.2 で勝手に止まるようになります。止まったら天秤セット掴んでこの餌の上ポイッと置いてね、で魚の中へ取り込むと、楽でね上がるようになります。今 1.2 で止まりました。止まって、餌の上こう置いて、これ今餌入ってないですけどもね、餌入ってると思っておいてください。で魚こうポッと取り込むと早く取り込めるっていう、これ方法です。これダイワさんの電動リールの設定の仕方です。でね、あとね、この間もねちょっとね説明したんですけどもね、同じ竿なのに線の竿短くなったり長くなったり、あれどういう意味ってね、ちょっと質問を受けたんですけどもね、このロッドキーパーのサポートつける位置でね、このロッドキーパーつけてる時のね竿の長さが変わるっていう方法です。このサポートの位置をね、この電動リールの本少し下のねこの黒いゴムの部分へこう取り付けると、そうするとこのね、ゴムいらないです。でここへつけると同じ竿でも少し短くなるっていうパターンです。わかりますかねこれね。そうするとなんていうかな、腕伸ばさなくても電動リールの操作がしやすくなるっていう感じになります。長い竿の方はね、サポートこの位置に取り付けると竿が少し短くなるっていう感じになります。短い竿の方は、サポートの位置をね、このほんまの根っこの方へね付けると、この青い部分へね皆さん付けたがる方多いんですけども、なるべくこの黒いゴム系っていうかな、スポンジ系のところへ付けるとね、中にこの、サポート用のゴムっていうかな、あれ付けなくても付けられるようになります。あとこの電動リールだけこの前のこのとこでねカチャンと当たらないようにね、付ける方が、電動リール傷まないと思いますのでね、これちょっと参考にしてみてください。はい、先ほどはね、ダイワの電動リール、ダイワさんのね電動リールの設定の仕方だったんですけどもね、今度はねシマノさんの電動リールの設定の、仕方をね説明したいと思います。これね、ダイワさんとシマノさんはね、設定の仕方全然違います。メーカーさんによってはね全然違うのでね、ちょっと間違わないようにお願いします。これバッテリーね、またつけてぐじゅ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 っとしてもらうと、ちゃんとね電源入るようになると思います。それからね、このねシマノさんの場合も、ダイワさんの場合も一緒なんですけどもね、天秤セットがだいたい竿先近くでゼロ設定するようにしてください。この天秤セットもね、リーダー、たまに聞かれますけども、リーダーはいらないです。その代わり PE4号ね、 PE4号をつけておいてください。でリーダーいらずに、PE の先にサルカンつけてね、それから天秤セット、このようにね、つけるようにしてください。でまあね、先ほどダイワさんと同じように竿先のところぐらいまでこう天秤セット巻いて、そこでゼロ設定ね、シマノさんの場合はゼロを長押しすると、はい、ゼロになりました。でゼロに合わせておいて、それからロッドキーパーにセットします。先ほどとダイワさんと同じようにセットしてね、それからだいたい天秤セットがねちょうどこのピタッとこう置けるメーターを見ます。これで 1.4 です。 1.4 なんですけども、
シマノさんのね電動リールの場合は1回目どんなに設定してもね1回目はね6メーターで止まるようになってます。なんでかわかんないですけどもね6で止まります。で1回目は6でね知っててこう1回目は6で止めて、はい。で次からね、そのね、これだったまあ先ほど 1.4 だったんでね 1.4 のところでね10秒ぐらい止めておくとね次からもうその 1.4 でねピタッと止まるようになります。これ一回やってみようと思います。ちょっと下ろしますね。はい、でこれでね、ずっと巻くと勝手に 1.4 で止まりました。その代わりね、シマノさんの場合はね今度ね判断にね例えばお祭りしたりしたりしてね、お祭りしたりして、3メーターとかで止めちゃうとねリール賢すぎてね次からねあ3メーターで止まるんやっていうみたいな次から3メーターで止まったりね、する場合があるのでね、1.4 この今ので、ね、竿の場合だって 1.4 で、次から1回 1.4 でね10秒ぐらい止めてください。そうしたらまた次からね 1.4 で止まりますんでね、賢すぎてちょっとね、失敗することもあります。これね当店の、カゴです。巻き餌入れるカゴね鉛100号がねセットしています。でねあとこのクーラーです。ホリデーなんちゃらとかいうね、これね500って書いてるのはね45リッターではないです。これ500って書いてるのは50リッターです。480って書いてるのはね48リッターということです。これはねメジロ釣りとかねカツオ釣りにね、使用する、クーラーです。ちょっとねこう椅子がてらに持ってこられる方おられますけどもねこのホリデーなんちゃらとかいうね、クーラーはね、45リッターまでのクーラーは多分ないと思いますんでねうちはこのクーラーはねちょっとすいませんが積み込み禁止なのでね、ご注意願います。まあルールをね、当店のルールをお守りください。すいませんがねよろしくお願いします。